生まれてから10年間のことを振り返っている子どもたち。豊後高田市の高田小学校では、毎年10歳になる4年生の児童に、これまでの成長を感じてもらおうと、保護者を招いて10歳の集いが行われています。コロナ禍では子どもたち一人一人に担任の先生から10歳の集い記念証書が手渡されました。また感謝の気持ちを伝える手紙を渡された保護者は、成長した我が子の姿に目頭を熱くする様子も見られました。育ててくれてありがとう。普段は口にしないけど、そういうことを思ってくれてるんだなっていうのがすごい嬉しかったです。これからの成長を願いながら開かれた10歳の集い、子どもたちにとっても保護者にとってもいい思い出になったようでした。